ミヤ TV。 皆さん、おかえりなさい。何ですか？ビデオの音声。お風呂？そう。失礼しました。皆さん、おかえりなさい。牛久の情報をインターネットで手探りに発信、チャンミュー TV 司会の牛久大好きチャンミューです。どうぞよろしくお願いいたします。そして水曜日、はい、水曜日は皆さん、おかえりなさい。つくば FC のトミーです。よろしくお願いいたします。まあ、平日毎日1時間の生放送をお届けしているチャンミュー TV、 BGM がないんですけども、これは大丈夫なのか心配になっているチャンミュー TV でございますけれども、本日も18時45分から19時45分までですね、牛久のウキウキハッピーな情報をお届けしてまいりますので、皆さんぜひぜひですね、最後まで楽しんでいただきたいなと思うんだけど、トミー、はい、今日さ、はい、なんかすごい人たち来てるらしいよ。例の方々、はい、なんかね、プロの、はい、が来てるんだってね。楽しい。どうしよう、バスケットボールとか持ってくればよかったかな。持ってきてるんじゃない。持ってきてるかな。多分持ってこないと思うよね。持ってこないか。お願いしないから。そういうことね。でも、いいじゃないですか。なんか対決したいよね。バスケットボール、バスケットボールにまつわる対決。スラムダンクの名シーン対決。絶対わかんないね。あれじゃない？腕相撲とか。指相撲。皆さん指長そうじゃない？バスケの人って、ね、そうだね。イメージ的に。そうだね。うん、負けるかもしれない。うん、それやりたくないの？勝つのやりたい。勝つだ。なんだろうね。プロバスケットボール選手に勝つみたいな。何かを。それをやりたいと思いますけどもね。早速、まあ、今日もウキウキハッピーにお届けしていきたいと思いますけれどもね、はい、今日もね、うん、あの盛りだくさんですから、こうね、チャンミュー TV は、まあ、新うしくなって、新うしくのニュースがあって、その後にトミーのコーナーね、はいはいはい、茨城アグリスポーツ協議会のコーナーがあった後にゲストトークですから、いいですか、うん、牛乳のレギュラーコーナーからのゲストトーク、なるほど、ね、活発タイムというふうになってますので、はいはい、ぜひですね、皆さんコメントもお待ちしておりますので、よろしくお願いします。でね、そう、今見てるよって時間差でね、こちらのメールアドレスに送ってくださった方がいるんです。ありがとうしくでございます。そう、すごい、まだ返信しない。ありがとうしくでございます。でもチャミアットマークに、そうです、皆さんぜひチャミアットマークチャミドット TV もご利用ください。よろしくお願いします。こんなことやってほしいっていうのも聞いちゃいますので、はい、何か見れば、はい、じゃあ早速ですね、始めていきたいと思います、うん、でも、うん、なんか言おうと思ったんだよね今日、うん、トミーと私何してきたっけ。あ、朝ね、牛久市の駅で、牛久駅で、あのチャミオ TV のね、チラシとか、うん、つくば FC のご案内とか、六国のね、六国若ちゃんの、はい、チラシとかをお配りしていたんですけども、はいはい、今日はチラシ配れずって、こう 夜ですね、夕方のお帰りな最終巻をできなかったチャンミオですけども、はいはい、まあ、行ってらっしゃいで、行ってらっしゃい運動はできましたからね、はいはい、面白いよね。明日はお帰りなさい。でも行ってらっしゃい面白いですね。面白い。牛久の人たちってまた筑波の人と違うね。でもさ、朝元気ないね、みんな。なんか朝ね、すこぶる元気ない気がする。結構な。だってそれ、今日これから朝、やっぱ仕事ですからね、皆さんね。いや、なんかね、自分だけなのかな、変なのは。朝とかおはようございます。いやでも、うん、あのおはようございますって言われて嫌な思いする人いないと思う。そうだね。しかも元気で、ね、配ろうとしてるからダメかな。あ、そう。でもおはようございますって言いながら渡したらね、あのもらってくれるの。あ、もらってくれない人もいるけど、もらってくれる人もいますよ。それはもらってくれない方も、でもまあそれは人それぞれですかね。はい、じゃあこれ以上行くとあれになっちゃいますね。トミーのですか、はいはい、今日はね、その後に実は僕、うん、その若ちゃん、若林さんと、若林さん家のお宅にちょっとお邪魔して、うん、そこからあやめんが近いっていうから、うん、あやめんに行ってきた。お、それがね、そのあやめが満開っていうか見頃で、今ね、7割ぐらい咲いてる、7分咲きぐらい、うん、観光バスも来てて、うん、そう、今週末はすげえ見頃なんじゃないかな。そうだね、今週末ね、はい、うん、ぜひですね、チェックしていただきたい。トイレがね、綺麗、でそのトイレ新しくなったんですよ。新しくなりました。2階が展望台になってて、うん、一面こう、あやめを見渡せるっていう、これまた牛久さん、力入ってますねっていう。さす
すが牛久市でしょ。新牛久なってるな。新しいですね。でもその横のね、あの牛久沼までちょっと話長くなっちゃうけど、うんうん、牛久沼でね、うん、その若ちゃんの、うんうん、あの少年時代の思い出をね語っていただきました。面白かった。もうそこで僕はザリガニ釣りとかね、魚釣りとかいいな。はい、じゃあ早速人のニュースいきたいと思います。はい、じゃあね、本日もチャンミュー TV 調査班、もとよ私チャンミューが牛久のニュース調べてまいりましたので、早速見ていきたいと思います。はい、じゃらじゃらーん、これで預かりますね。はい、早速ご紹介していきたいんですけれども、6月の11日の水曜日でございますね。まず一つ目の牛乳なんですけれども、 F 牛久太陽光発電所が竣工ということで、この F をどうやって読むのかがですね、今一つ私ちゃんみわからなかったんですが、お、わかった。 F F F の藤子 F とかの F じゃない、そういう F じゃないと思うけどね。はい、はい、まあ、社食、はい、見ていきたいんですけども、NTT ファシリティーズは茨城県牛久市にこの NTT ファシリティーズの30カ所目の太陽光発電事業用サイトとなる F 牛久太陽光発電所の建設を完了して、6月の10日に竣工式を実施したということなんですね。で、ここのね、牛久太陽光発電所は6月の2日から発電しているということなんですけども、すごいね。そう、なので NTT ファシリティーズの F なのかなと思ったりもするんですが、それはどうなんですかね。ファシリティーズね。でね、これ、まあ、日本が推進している自然エネルギーの普及だったり拡大、そして社会全体の環境負荷低減への貢献だったりとか、太陽光発電に関するさらなるノウハウの獲得、蓄積を目的に発電事業を展開しているんだって、この NTT ファシリティーズで。この度茨城県の牛久市に30カ所目のこの太陽光発電所、いい、ね、そうなの、30カ所目の発電所を建設して、まあ、竣工式迎えたってことなんですけども、そのね、F 牛久太陽光発電所っていうのはこんな感じです。じゃじゃーん。おー、なんか綺麗だね。ナスカの地上絵みたいじゃない。あれで牛久とか書いてないね。ね、書けばいいのにね。なんで書かなかったんだろうね。面積的にでもなんかできなかったのかな。もともと何だったんだろうね、気になるね。野球場だったのかな、なんだろうね。でね、これね、奥原にあります。そうで、まあ、6月の2日から発電開始してて、これね、想定の年間発電量はなんと4390メガワット。これはね、一般家庭の消費電力の約1220世帯分の、おー、すごいね、電力を、まあ、発電するということなんですね。なるほどね。気づきにくい故障や不具合、発電量などを診断できるこの NTT ファシリティーズ独自の、発電診断システムを導入しておりまして、診断レポートによる発電性能の見える化、遠隔自動診断による維持管理稼働コストの削減などが可能だという、すごいってことですね。一言で言うとすごいってことです。そう、まあ、そんな竣工式こんな感じで、はい、やられてましたよという、ね、市長もいらっしゃる。いや、市長はいらっしゃらないね。ああ、そうですね。まあ、こんな感じで、やられてましたよというですね、そんな一つ目の牛乳をご紹介させていただきました。ダダダダダン。でもね、その、今なんだっけ、火力発電じゃないや、原子力発電所が、まあまあね、まあ、ストップとなっていろいろ問題に、ね、こうやって自然エネルギーで発電できるようにもなってきてるんですよ。そうよ、1220世帯とかに、ね、それでカバーできるっていうのがすごいですね。すごいですね。だ、太陽が照らしてくれるから電気ができるっていう、このメカニズムすごいよね。太陽ってすごいんだよね。クリーンですよ、これ。クリーン、クリーン、クリーンエネルギー。あ、クリーンエネルギー、うん、クリーンエネルギーです。じゃあ続きいきましょうね。続いて2つ目の牛乳に参りましょう。はい、2つ目の牛乳は熱中症に負けないでという、そんなニュースでございます。まあね、広報牛久さんがね、この度出ましたので、はい、そちらのニュースからご紹介なんですけれども、はい、稲敷の、広域消防本部では、なんと平成25年中に熱中症の傷病者を過去最高の162人搬送したそうなんですね。で、このうちの57人が中等症以上と診断されていると。熱中症にいろんなレベルがあるってことね。で、特に高齢者だったりとか子どもは体温の調節が十分できないので注意が必要となること、
なるそうです。で熱中症のピークは7月から8月だそうなんですが、前もってね、はい、そう梅雨が始まる、6月も湿度が高く発症の恐れが高くなります。熱中症予防のポイントを守って元気な夏を過ごしましょうねということで、あのね皆さんぜひね稲敷広域消防本部のホームページ熱中症予防のリーフレットにまあいろいろと詳しい情報書いてありますので、そちらぜひですねチェックしていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。これポイントがあって、まあ、自分たちのスポーツクラブだから、あの水だけ飲んでればいいって思うじゃん、思う時があるんだけど、汗かくと塩やっぱさ塩分が不足するから、基本的には水も大事ですけど塩分が大事です。塩飴ですよね、塩分チャージの塩飴が必要、だからポカリ、ポカリセットとかそのナトリウムがね入ってるから一番、まあ、薄めて少しずつ飲んでいくっていうのが、まあ、僕ら一応サッカー選手っていうかね、うん、あ、この方にこれ H2O、 これあれこれ誰のですか、あ熱中症対策、熱中症対策ですか、もうカロリーオフって書いてありますけどねカロリーオフ考えてる人なんですかね、こういうのを、まあ、日頃からの飲み方がすごい大事だと言われましたね、まあ、めっちゃダラダラ食べてる、あったかいですね、はい、はい、まあそんな感じで、あの皆さんぜひですね熱中症予防してください、はい、よろしくお願いいたします。じゃあ続いて3つ目の牛乳に参りましょう、はい、3つ目はですねこれ牛久市、商工観光課さんのブログから紹介なんですけれども、観音寺のアジサイがもうすぐ見頃ですというそんなニュースでございます。まあ、久野にございますね観音寺というお寺があるんですけれども、そちらのアジサイがだいぶ見頃となっているそうです。花曼荼羅の寺と言われている観音寺のアジサイが見ごろでして、駐車場の付近とあと本堂の裏手の林の中で綺麗に咲いているということなんですね、ちょっとですね見ていきたいんですけど、こんな感じ、じゃじゃん、見ごろですね。アジサイって綺麗だよね、そんな綺麗だと昔思ったことなかったんだけどねそうだろ、こんあとねこんな感じ、じゃん、アジサイが ね、うん、引きで取るとまた味があるという、ね、そう、アジサイだけに、これね、はい、こんな感じで、はい、まあまあこれが一番いい感じなので、はい、これ写しながら読んでいきますけれども、はいはいはい、まあ殺生はしないということからなのか、はい、アジサイの葉の虫食いがちょっとね多少気になるかもしれませんと言ってますがね、はいはいはい、でこちらね、市民の気になっている銀杏の巨木も見上げるだけで首が痛くなるほど育っていますと、はい、銀杏の木、イチョウだよ、おはい、そうですね、イチョウのことでしたね、なんだろうと見上げちゃったね。でも牛久の木は金木犀なんじゃないですか、あでも市民の木と牛久の木は違うんですね、そういうことでしょうね、はい、じゃあ続いていきましょうかね、以上牛久のニュースお届けしました、はい、で続いてね牛久のニュースもう一つですねご紹介したいんですけれども、はい、ちょっとトミーにね関係するようなニュースでございますけれども、なんとですね、はいはい、6月の15日、この日何の日か知ってますか、FIFAワールドカップの日本代表戦があるんじゃないですか、うんうん、そうです、合ってる、合ってますね、そうです、そうそうそう、4年に一度のサッカーの祭典、はい、ワールドカップが6月12日だから明日、いや明日からブラジル各地で開催されるとかだよ、現地時間が明日あの12日で日本だと13日は朝かな、じゃあ明後日か夜な、そうで、まあ、牛久市では6月の15日、うん、日曜日の会場が9時から、そして実際に午前10時からですね試合が始まって、試合終了まで牛久市の中央障害学習センターの文化ホールで、はい、コートジボワール代表対日本代表のはい、なんかパブリックビューイングを開催するということなんですね、入場は無料となっておりまして、はい、こちらねなんと中ではご飯は食べれないんですが、うん、外でねなんと屋台が出る、そういい物産展が開催されるということなので、皆さん、はい、ぜひですね足をお運びいただきたいなと、あれ食べれるのかな、あの山市さんの山市味噌の何あれで賞取ったやつなんだっけ、あ、カッピーザマン、カッピーザマン食べれるのかな、カッピーザマンは、ね、気になると思うんですけど、ちょっとどうでしょうね、どうでしょうね、わかりませんけれども、はい、まあでもね、はい、ぜひぜひ皆さん足をお運びください、はい、で、なるべくですね、うん、青い服を着てくださいと、はい、ね、青はサムライブルーです、はいはい、日本代表のカラーらしいので、ぜひですね青い服を着てみんなで一緒にね、初戦です、コートジボワール戦応援してください。他にもあるって、うん、トミペディアに書いてあったけど会場
牛久市内でしょ。東牛久市内。まずあれですよね、我々のこのシャンシャンシャン。牛久市内じゃないけどね。牛久市内。はい。マジで龍ヶ崎。龍ヶ崎ですね。まずこれです、ね。いやでも応援していただいてます。そうです。はい。でもね、そうシャンシャンタツさんでも開催ですね。あとあれですよね。ニューウェーブじゃなくてビート。ピンポーン。ビートさんですね。イケメンの。はい、いいね、イケメンがいます。もうね朝9時からもう諸星さんの光源氏にいる感じ。それで満員になっちゃう。いやもういつもそれで満員なんですよ。なので皆さんぜひですねチェックしていただきたい、うん、そんな感じです、はい、なので他にもですね、はい、いろいろとパブリックビューイングやってるところあるかと思いますけれども、うん、ぜひですねみんなで一緒に応援して盛り上がっていけたらいいんじゃないですかね。よろしくお願いします。まあ、6月15日は早朝から牛クリーン作戦っていうね、大事な作戦があります、ね、牛顔をきれいにしたいななんていうね、はい、思いが形になる日ですから。あれでしょ、朝牛だからクリーン作戦して、うん、その後ワールドカップの観戦って行く人もいるのかもしれない。そうだね、うん、それが一番いい流れなんです。よろしくお願いします。心を整えて、そうです、最後は応援するとそういうこと、はい、そうですね、はい、というわけで続いてですね、はい、小中学校からのお便り参りましょう、はい、まずはこちらのお写真から、じゃーん、はい、なんでしょう。図工じゃ、図工じゃなさそう。見てみましょうね、はい、こちらですね牛久小学校のニュースでございます。ミッション安全な街を作れということで、今日は4年生の社会の時間に安全マップを作りました。グループごとに安全会議を開き、牛久小学区で危険な場所はないかを話し合い、その後どうすれば安全になるかを考え合いました。子どもたちの意見の中には暗い場所には街灯をつけようだったりとか、刈谷地区の真ん中に交番を作ろうなど意見がたくさん出ていました。どのグループもより住みやすく安全な街を作ろうと意欲的に活動でき、素晴らしいマップを作ることができました。牛久子たちが大きくなっても今日の授業のことを忘れないで、これからも私たちの街を守っていってほしいと思いました。これ素晴らしい。これでいいね。こういうね授業素晴らしいと思う私。そのこれいい。いやこうね子供たちが考えてピュアピュアですから、ね、ピュアな、ね、なんで交番を欲しいと思ったんですかねこれはね。なんで交番が欲しいんだろうかっていうのとか聞きたい、はい、なんでだろうね、とかそういう小さなことを聞いていきたいですね。でもきっとね困ってるんですよ、うん、きっといろいろと困ってるんだと思いますよ子供たちは。なのでね、うん、あの大人たちが、うん、牛久の宝の子供たちをね、うん、こう意見を聞きながら、うん、みんなで街づくりをしていくっていうのがまさに家族ですね。そうですね。はい、ちょっと熱くなってしまいました。温度が上がってきました。上がってきた、上がってきた。はい、で続いての学校こちらです、はい、じゃじゃん。何をやってるところですかね。英語じゃない、英語じゃない、英語でダンスしていた。あなたとあれかな。ね、英語活動と書いてありますね。よく分かったね。本当、うん、奥の先生がちょっとイングリッシュな感じだったから AET の先生っぽいですね。2年生で英語活動がありました。英語の歌を歌いながら挨拶の仕方を勉強しました。だって何を歌ったんだろうね。 ABCD とかなんかそういう感じなのかな。でも小学校2年生 ABCDEFGHIJKLMNOP って言ってる。うん、LMNOP っていうよね。わかんない。でもね、はい、ABCDEFGHIJKLMN って人もいるの。あ、どれが正しい。いや、だからね、いろいろあるの。発音がちょっとある。いや、発音じゃなくて、文字。あ、文字？ LMNOP、QRSTUBW、AND、XYZ、Now I know I ABC、Won't you come and play with me? みたいな、そんな感じだよね。さすが発音がよくはなかったと。はい、じゃあ続いていきましょうね、はい、続いての学校はこちらです、はい、じゃーん。あら、食だ、美味しそうですね、はい、じゃじゃーん。こんな感じですけどもね、早速記事見ていきましょう、うん、ですね、こちら奥野小学校ですね、はい、高層パン粉焼き、お牛久食材、人参、きゅうり、キャベツということで、はい、6月11日の献立は、今日の給食、そうだね、ブルーベリーデニッシュ、うまそう、牛乳、鶏肉の高層パン粉焼き、うり、ん、サラダ、うん、かぼちゃだね。あ、南のウリです、うんうん、かぼちゃです、はいはい、南のウリです。かぼちゃじゃないの、あれかぼちゃ間違えた。西のウリじゃないの、それスイカじゃない。え、
助けて西はスイカ、ほらほらほら、南はかぼちゃ、俺来た覚えましょう、キャー失礼しました。でもこれでね覚えた皆さん、西はスイカ、スイカ、南はかぼちゃ、ウリじゃないもう覚えました。この間ドリプラのさ、はい、私プレゼンしたんですけど、はい、そのね、はい、メンターカードって言って、はい、みんなからコメントもらうやつに、はい、とある方から、はい、漢字覚えましょうね、漢字覚えましたねって言われた、覚えましょうね、覚えましょうねっていうご指摘があった。頑張ります。ね、そういうコメントくれるの逆に嬉しいね。嬉しいですよ、嬉しい、ね、あ、やっぱ そんなにいっぱい漢字間違えてるのかなと思って、プレゼンの資料が間違えてた、間違えてた、プレゼンじゃなくてチャンミョ TV を、普段のチャンミョ TV を見てるから頑張れっていうこと、ね、あ、待って、プレゼンはぁ、そうですね、ではね、見てないと分かんないもんね、そういうとこね、そうですよね、ありがとうございます。カタカナできないとやる で、まあ、続きね、はい、なんだっけ、かぼちゃのサラダと豆乳スープでしたと、はいはい、で鶏肉に香草パン粉をつけて焼きました。かぼちゃサラダとともにどうぞどうぞに、すごく美味しいと喜んで食べていました。今日のパンはブルーベリージャムが混ざってるパンで、給食で初めて出たので、うん、今日のパンはどうと聞くと、うん、グッドと返してくれましたって、ね、ここでも英語でグッドって返すのね、グッド、ああ、グッド、デリシャス、グッド、デリシャス、ヤミーですね、ですね、はい、英語の方が得意、そうです、英語が専門ですからね、はい、ミセスちゃん、あれ、はい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 、でですね、ブルーベリーのちゃんだってジャムが混ざってるのが初めて出たっていう、ブルーベリーがってちょっと初めてなの、不思議ですよね。おお、そうだね、うん、じゃあ次行きましょうね、はい、続いての学校はこちらです。じゃ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 ーん、はい、はい、えい、はい、こちらですね、牛久2章です、はい、プール開きをしましたということで、はい、お前もう開いてる、6月の10日昨日ですね、はい、今日はプール開きを行いました、はい、体育委員会からは体育委員長が一人一人が決まりを守り、はい、安全に気をつけて楽しく水泳学習を行いましょうという話があったそうです、はい、で各学年の代表児童からは目標を達成できるように頑張りたいですと意気込みの発表がありましたと。学習の最後には、着衣泳、着衣泳って知ってる？服を着て泳ぐんじゃない？そうそうそう、着衣を行います、うん、泳力を伸ばすだけでなく、はい、いざという時に泳力だってる泳ぐ力、はい、自分の命を自分で守るための方法をしっかりと身につけたいと思いますということでね、以上牛久2章のニュースをお届けいたしました。じゃあですね、続いてのコーナーに行く前に、はい、牛乳かな、牛乳あれ、牛乳じゃなくて牛天ですね。相変わらず長いですね。早送りできないですよね。雨水の天気を、牛天大仏だよ。はい、おかえりなさい。じゃあちょっと薪で明日の天気教えてくださいありますね。で、あ、ところで今、はいはい、注意報ですが、大雨、雷、洪水、警報じゃなくて注意報が出ております。気をつけてください。で、この雨、降り続くと思います。明日の午前中ぐらいまで降ります。はい、で明日、午後からは曇りとなってるんですが、気温は28度、蒸します。暑いね。はい。今日23度ぐらいまでしか。あれだったけど、今日はね、20度、そんなもんだけど、明日は予報では28度ぐらい、うん、ヤフー調べです。はい、牛天調べですね。そう、はい、最低気温は、あ、最低気温言うの、うん、21度、21度、暑いよ。はい、20度以上あんの。土曜日まで晴れない。え、土曜日に晴れるみたい。運動会大丈夫ですか、うん、ヤフーではね、ヤフーでは運動会大丈夫だそうです。はーい、それではウキウキハッピー、はいはーい。
まあ、蒸し暑くなるみたいですけども ね、皆さん熱中症対策十分やってくださいということでですね、以上牛乳をお届けいたしました。じゃんちゃかじゃーん、よいしょ。はい、戻ってきましたけれども、はいはいはい、メガネ買うの忘れてた。買えます、うん、後で買える、はい、でもね、一回ね、うん、続いてのコーナーに参りたいと思うんですけども、続いてのコーナーは私、はいはい、あのアグリスポーツ協議会、まあ、あの 毎週ね、スポーツと農業の活動ということで、はい、まあ、我々が、農業の活動をしている中で、うん、先週は確か我々の高校生、つくば市の高校生がつくば市の万博グラウンドの近くの田んぼで、うん、まあ、田植えをしました、はい、してたしてた、うん、で今回は、うん、うちのつくば FC レディースユース、今中学生と高校生のチームがあるんですけど、うんうんうん、その子たちが、うんうん、筑波山麓豊胸山っていうね、はい、筑波山のこう山々の中の一つの、まあ、里山があるんですけどね、はい、筑波市小谷、筑波山について人気ですか今ね、はいはい、で実はそこは登山のメインスポットで、うん、登山道のその脇に、我々筑波市の棚田が、まあ、もう4年前から、まあ、お借りして、で今年も、田植え、そこは、ね、筑波 FC なでしこのもち米ということで、棚田で作った美味しいもち米をもう一回作ってみんなでね餅つきしてまして、今回はその餅つき、で田植えの様子をちょっとレポートしてきました、はい、じゃあ早速 VTR チェックしていきたいと思います、はい、VTR どうぞ。今日は筑波山麓豊胸山棚田での田植え体験を筑波 FC レディースユースの皆さん、まあ、主に中学生の、筑波市のなでしこの皆さんが田植えをします。見てください、わあこんな感じです、すごい。ここにすごい、まもなく田んぼが見えます、あの車のとこです。まもなく、じゃあ田んぼにはもう入ったことない？あ、そう、わかりました、はい、まあ裸足で大丈夫だと思いますので、そのまま入ってください、はい、で今日皆さんと心から見るとちょうど苗がこうボツボツと置いてあって、2列かな、この間が抜けてると思うのが分かると思うんだけど、分かりますかね。で、等間隔に、こう筋に列に植えてもらうわけなんだけど、まあこの今植えてあるよね、この田んぼが苗が植えてあるんだけど、これに倣って大体植えてください。で、3本から4本ぐらいね、苗を、まあ、むしってもらうというか、まあ、こんな感じだからね、苗、まあ、これを、まあ、取ってもらってこうちぎってもらって植えるっていうことなんだけど、まあ、なるべくこうここ折らないようにこう根元から根っこから剥ぎ取るようにこうしてね。で、まあ普通は前向きに植えるんだけど、みんな初めての人もいるだろうから、まあ後ろ向きの方がいいかもしれないね。そうすると、こっち見えるようにした方がいいか。こっちにもこうあるし、こっちにもこうあるんで、この間に2列ずつ植えていくっていうことで考えてもらって、で、土がこうやっぱり足が入ったりするとないとこあるけど、こう3、4本ずつね。なんとなくイメージできますか、ね、で、きっとバックしていった方がきっと植えやすいかもしれない。まあ本当は前向きに植えるんだけど、ね、でこういうふうにずーっと植えていく、で一番向こうまで、でもしあれだったら半分ぐらい真ん中から入ってもらって向こうまで植えていく、そんな風にしてもらえればと思います。これ個々人ですね。で苗は自由にこれ使ってもらって構わないので、これで余裕はあるはずです。で大体こう
本数がねだんだん多くなったり少なくなったりすると思うんですけど、大体葉っぱのこう雰囲気で、まあ大体こうなんだろう、植えてる植えていくと、あのちょっと多いなっていうのはこう分かると思うんだよね。多いとお米は分結っていうのをして、うん、3本が30本ぐらいになるんだけど、多く植えると分結があんまり進まなくてそのまま成長するみたいになるので、まあ3、4本が適正ということでやってもらえるね。大丈夫ですかね。はい、大体大丈夫かな。まああとはやってみないと分かんないもんね。せっかくなんで質問、はい、米一粒で何粒取れるでしょう。お1番、はい、100粒お2番、700粒お3番、はい、1200粒おさあどれでしょう。はい、100、1200、1200ですよ。ちょっとわざとみんな当たりませんね。700粒ぐらいですね。あー、700、はい、そうなんです。大体700ぐらい取れます。すごいですね。ですから、うん、はい、茶碗一杯って大体3000粒ぐらいとか言うんだけど、はい、皆さんが3株植えてもらうよね。はい、ということは、2000何百粒ができるってことになるので、1、2株で茶碗一杯できると思ってもらえればいい。ほう。ね。だからまあ、365日かける、3食だとすれば、はい、まあ1000株ぐらい植えてもらいたいなと思うので、だいたい今日4日のところで植えればそのぐらい植えられるかなと思うんですね。だから皆さん、ぜひ1年分は植えてってなるほどお願いします。ありがとうございます。じゃあ、気をつけてこっち移動してもらって、はい、じゃあ始まりましょう。頑張れ。はい、というわけで戻ってきましたけれども、はい、すごいいっぱいコメント届いてたので全然気づかずでした、はい、ごめんなさい、はい、じゃあ見てみましょう。はいはい、はい、一発目、うん、こんばんは、かぶきんどうさん、見てますか。自宅ナウです。今日は珍しいじゃないですか。8個の孫の1歳の誕生日、うん、8個っておばあちゃんってことだったの。そういうことね。そうだね、おめでとうございます、はい、ハッピーバースデーですね。ウキウキハッピーバースデーです、はい、あとかずちゃん、うんうん、ちゃみよかわいいありがとうございます、ね、はい、たかちゃん、たか、うん、ちゃんみおとみお疲れ、今日は残業1時間、さぬきなう、うん、なってそろそろ牛くなうなんじゃないですかかずちゃん、うん、今日はクリーンセンター行ってきました。隣にあったのが太陽光発電所だったんですね。お近未来的な感じでかっこよかったです。お、じゃあこれまたロケ地にバンバン使われるかな。そうですね、ねえ、うん、楽しみですね。でね、そうだ、気温が30度近く、まあ、天気のところだね、うんうん、なった日もあったので熱中症気をつけないとねとか、うんうんうん、あとかよさん、うん、牛久市でのワールドカップパブリックビューイングですが、応援しましょう。応援します。ぜひ青い服をね、着ていきましょう。青い服着てください。うん、あと歌舞伎堂さん、うんうん、おっさんらは N で切ったの習った英語の歌、N で切った A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W N X Y Z。 あー、そういうところですね。ちょっとわかんないですね、はいはい、あと先ほどのあの漢字のですね、歌舞伎堂さん、あの見よ、それはかぼちゃやかぼちゃでした。ありがとうございます。で最後かやさん、ブルーベリーデニッシュ給食で出る時代なんだね。あー、すごいよね。ね、だからすごい最近発展してるわけです。発展給食もそうだね。子供が好きなメニューをね、栄養士さん考えてらっしゃる。そうだよ。だってなんだっけ、うん、忘れたけど、忘れたんかい、なんだっけ、はい、ピロシキとか出るんだよ給食に。おうおうおう、すごくない？はいはい、いいね、そうでもない？いやいや、すごいよ。はい、はい、じゃあね、はい、というわけで、でそうだ、来週もなんか田植えの、今さっきね、うん、あのつくば市を応援してくれてる農家さんの国母さんが、国母さんのところの米すげえいっぱい使われてるんですよ。そうそう、今ちょっと思い出したように言うけど石崎さんっていう日立農宿のまあお料理屋さんとか、はいはい、あと焼肉杉浦さんとかのお米も、うん、国母さんとかでしょ。だから他にもいっぱい多分あると思うんですけど、まだその情報をまだ調べきれてないので、はい、分かったら、はい、なんで、はい、ね、この後田植えの様子は来週またお送りしますので、はい、交互期待、はい、よろしくお願いします。だけど僕来週いないかもしれません何ニコニコしながら言ってんのいや、じゃあワールドカップ見に行くんじゃないよ見に行くんじゃないです。ブラジルに行くんじゃなくて、うんうん、あの龍ヶ崎に
龍ヶ崎で試合がある。シャンシャン立つにご飯食べに行くの？おー、じゃあ言います。あの天皇杯の県予選がありまして、ジョイフル本田つくば SC と琉球大 FC の試合が、おお、またいい試合じゃないですか。あるんですよ。あのチャンミオ TV の裏番組がね、やるかやらないかあれですけど、 楽しみにしてます。はい、すいません。はい、ということで、はい、以上ですね、はい、茨城アグリスポーツ協議会のコーナーでございました。はい、ございました。じゃあ続いてのコーナーね、はいはい、素敵なゲストさんが登場してくれますので、はいはい、一旦 VTR 行ってみましょう。はい、どうぞ。バスケットボール選手の佐々木ひかです。今シーズンはつくばロボットというチームでプレーしていました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、あの当初の予定ではじゃじゃん、佐々木選手ともう一方いるはずだったんですけども、はい、こちらの方はどうしちゃったんですか？はい、まあ、ちょっと事情があって、あら、まあ、遅れてるみたいです。ちょっとね、はい、諸事情があって遅れてる、ね、ということなんですけども、まあね、まずは佐々木選手にいろいろと、はい、お話を聞いていきたいなと思ってるんですけども、はい、佐々木選手結構チャム TV 出演していただいているという歴史がございますけれども、はい、今回チャム TV 何回目になりますか？3回目ですね。いえいえ、3度目の正直、はい、あのですね、あの佐々木選手の、はい、あのなんていうんですか、ジンクスじゃなくて、なんていうんでしたっけ、こういう、必ず切れる回線が、ジンクスっていうか、なんていうんだっけかな、はい、そうで、はい、必ずね、ネットワークに不具合が生じてしまうという。なるほど、ね、まあ、そんなことが、爽やか光線が出ると、そう、はい、多分爽やかすぎたんだろうね。ちょっと止まっちゃうんですね。そう、だから今日は大丈夫かをね、はい、実はね、一番心配してるんですけれども、はい、まあ、きっと大丈夫でしょう。よろしくお願いいたしま す。でも3回目の出演で、はい、結構いろいろ変わりましたよね。そうですね、まあ、場所も変わりましたし、うん、はい、はい、あ、その頃からですか？その頃から変わりましたし、あとちゃんみおさんの髪型も変わったり、そうですね、メガネも変わったり、いつもね、はい、違いますからね、私、はい、でも佐々木選手もね、来るたび来るたびいろいろ変わってますからね。来るたび身長が伸びて、チームも変わってたりとか、いろいろ変わってますけどね。はい、じゃあちょっとね、いろいろとね、はい、聞きたいところがいっぱいあるんですけれども、はい、まあ、今日はね、あの見てる皆さんからのコメントもだいぶ待ってますので、はい、ぜひぜひですね、はい、皆さんコメントお寄せください。よろしくお願いいたします。じゃあ早速ね、はい、聞いてみたいんですけれども、はい、その前に、はい、おかえりなさーい。おかえりなさい。つくばロボッツのね、試合の VTR を実は何回かね、チャンミュー TV で流してるんですけど、ね、はい、どうして流してるかっていうと、はい、選手の皆さんへのメッセージをですね、はい、ファンの方がくださっていたんですよ。ね、ね、うん、なので、うん、実際にね、ちょっと今日も見ていただこうかなと思って VTR を用意したので、はい、ぜひですね、佐々木選手には VTR 見ていただいて、その感想をいただきたいと思いますので、はい、VTR 行ってみましょう。 VTR どうぞ。はい、今日は4月26日、はい、霞ヶ浦総合公園の水郷体育館にやってきました。はい、今日はつくばロボッツの応援に来ています。はい、本日 NBL のプロバスケットボールチームつくばロボッツの今シーズンラスト2試合をホームゲームの、はい、ホームゲームで迎えております。熊本ボルターズと2戦しますけれども、こちらぜひ勝っていただきたいと。勝っていただきたい。
すごい熱い試合もお送りできたらと思います。選手のコメントや応援メッセージもお届けできればと思いますので、ぜひぜひ楽しみにしててください。VTR をまあ何回か流させていただいてたわけなんですけども、なんか VTR 見てみると佐々木選手へのメッセージがありましたけども、はい、お返しはいや本当に、ワンシーズン応援していただきありがとうございました、はい、本当に応援のおかげで、まあ、最後まで力強くプレーできたので、本当に感謝してます。いやでも本当、まあ、ちょっとまあ話を聞くと、はい、つくばロボッツは契約がそうですね、まあ、つくばロボッツとの、契約が今シーズンで、うんまあ、満了することになって、まあ、今シーズンはちょっと違うチームに移籍することになりました。なるほど、はい、じゃあ昨シーズン振り返ってみて、はい、佐々木選手いかがでしたか？そうですね、うんまあ、NBL っていうトップリーグに初めて入って、まあ、最初の方はなかなか、まあ、個人的にも通用しない部分っていうのがすごく見つかったんですけど、まあ、そういう苦しい部分を乗り越えながら、まあ、練習してきて、まあ、1年間ですごく成長できたシーズンではあったと思います。はい、なるほどね。なんかその、まあ、シーズン始まる前にアメリカに行ったりとかいろんな経験をされてきた佐々木選手でしたけれども、はいはい、なんか自分自身でここがちょっと変わったぞみたいな、特になんかどこがみたいなのありますか？そうですね、まあ、やっぱり、うんまあ、アメリカでの経験もそうなんですけど、うんうんまあ、やっぱり失敗を恐れないでトライするっていうことに、うんはいまあ、すごく前はすごく失敗を怖がってた時もあったんですけど、そうですか、はい、あんまりいつも淡々だったイメージだったんですけども、まあ、そういうイメージあるんですけど、はい、失敗怖かったんですか？そうですね、はい、意外ですね。怖がらないで、まあ、プレーできるようになってきたのが、うんまあ、すごく成長した部分かなっていうふうに思います。でもなんて言うんだろう、はい、やっぱり日本の、はい、やっぱり皆さんと外国の皆さんと、はい、やっぱ全然違うんですか？まあ、でもあのラマーたち見ててもやっぱりちょっと違うなとはやっぱりそこは思うんですけど、はい、やっぱり激しい。そうですね、激しいというかやっぱ自信持ってプレーしてきますよね、本当に外国人の選手。日本人はなんで自信持ってないんだろう？
な体まあそう体ももちろんですし、うんうん、まあある意味、まあ、チームプレーを大切にするっていうところは、まあ、すごくいいところではあると思うんですけど、その分こう出すことをなんていうか消極的になってる部分も多少あるので、まあ、やっぱりもうちょっと積極的に自分を出していくっていうことが、うん、まあ日本人にも必要なのかなって思いますね。っていうことで、じゃあ佐々木選手は自分をどんどん出していこうと、はい、いうことなんですね。そうですね、はい。あ、じゃあなんかプロ選手ですからね、うん、そうですね、はい、そこはないとね、うんうん、ちょっとどこがお前が違うんだ、お前どこが特徴なんだって監督から言われて、ここですって、はい、え、じゃあどこですって。そうですね、まあやっぱり、うん、まあ、自分は本当に、うんうん、まあ、努力家というかすごくハードワーカーなので、うん、はい、なんか聞くところによってすげえ練習してる、すげえ鍛えてるって、なんかよく、ね、あのうちの前の会社の人が言ってましたけど、はい、黙々とトレーニングしてる、練習の虫なんですね。そう、はい、まあ、今オフシーズンなんですけども、うんうんうん、1日3回ぐらいは練習しますね。1日3回ってどういうことですか？あの朝、あのウェイトトレーニングにジムに行って、まあ、昼間もう1回体育館に、まあ、自分で借りてショッピングしに行って、でその後夜に、まあ、どこかクラブチームに参加して練習したり。まず、じゃあ1日24時間のうちの何時間バスケットしてるんですか？まあ時間的には6時間ぐらいですけどね、はい、走ってたりとかする、運動してる時間、トレーニングしてるのを合わせて6時間。そうですね、はい。あとの時間何してるんですか？あとの時間は、まあ、僕は結構本読むのが好きだったりする。読書家で、はい、うん、あと最近ではやっぱ NBA のファイナルがやってるので、あ、はい、やっぱそういうビデオとか、ね、はい、見ながら勉強もしてますね、はい。ちなみにトミーはバスケットは詳しかったりするの？まあ、スラムダンクがやっぱ当時僕の中小中高が流行ったので、はい、僕はサッカーで行ってたんですけど、周りはやっぱ そのスラムダンクがあったから僕の中学でバスケ部できました、ね、あ、それのおかげで。そう、みんなサッカー、それまでなかったの？なかった。バスケ部を作りたいってなって、それぐらいの社会現象が起こったのがやっぱあのスラムダンクで。でもそうです、ね、はい、スラムダンクでバスケットボール選手を目指した。そうですね、僕はそうですね。ちなみに誰が好きなんですか？僕はやっぱりルカワですかね。あ、そうか、あと三井ですかね、どっちも、はいですね。でもまあみんなね、ポジションは誰、選手でいうと誰？ポジションはまあ三井のポジションになりますね。シューターですね、はい、シューターですね。14番です。あたりです。はい、危ういコメント届いてそうですけども、コメント来てますか？先ほど、まあ、かよさんが僕の話のところで、うんうん、琉球大サッカー部を頑張るよってところから、うんうん、イケメンオーラが電波を凌駕するって。誰からですか？かよさん来てますか、はい、だからね、本当に、ね、回線切れんですよ、マジで危ないんです、だから今日気をつけてくださいね。キラキラキラってね、はい、爽やか、はいはい、爽やかな笑顔がね、飛んでますので皆さん気をつけてくださいじゃあ気をつけてください、はい、でですね、まだまだちょっといろいろと聞いていっていただきたいんですけども、はい、まあ、ちょっと今後のこともちょっと聞きたいなと思ったんですけど、今後のことは言えるんですか？まあ、今後のこと、まあ、大雑把なことは言えるんですけど。じゃあ大雑把に教えてください、はい、分かる程度に。まあ移籍先はまだちょっと確定はしてないんですけど、はい、まあ、違うチームに、うん、まあ、移籍して、はい、まあ、筑波を離れることにはなるんですけど、また新天地で、まあ、現役を続けようと思ってます。じゃあバスケットを続けるということで、プロバスケット選手ね。もともと出身どちら？もともとは仙台出身です。あ、仙台、はい、宮城県ですね。そうですね、はい、牛タンが美味しい。僕昨日宮城から帰ってきました。あ、そうなんですそうです。え、ちなみに牛タンと言ったら伊達の牛タンと、はい、あと何でしたっけ、なんか3つぐらい牛タン屋さん、ね、とこありますけどね。どれがおすすめですか？僕は利休が。あ、利休、利休の牛タン行きました、うん、あともう一個なんだっけ、3つある気がする。利休と伊達の、あ、そんな感じかもしれないです、はい、美味しかった。美味しい、はい、食べたんだ。あのその宮城選出身のうちの選手がいまして、うんうんうん、まあ、ちょっとその、うんうん、筑波大卒業して、うんうん、あの実家に戻って先生をやってるんですけど、うんうん、まあ、ちょっと仕事の関係で宮城行った時に連絡したら連れて行ってもらいまして、うんうん、いい街でした。でも、はい、そういえば佐々木選手は、はい、でもちょっと宮城の話してまた茨城に戻ってきますけど、はいはい、すみません。茨城県どれだけいたんですか？9年間です、ね、え、そんな、はい、結構です。大学筑波ですか？筑波大ですね、はい、はは、体育学部。あ、そうですね、体育専門で。今俺、はい、
今27です。27です、はい、あ、うちの選手でも同級生いるかもしれない。つくば FC の選手とかってわかりますか？サッカー部で誰だろう。27歳今年28ですか？今年27です。7、はい、誰だ。もういなくなっちゃったかもしれないですけど、はいはい、女子サッカーで三輪優衣。ああ、うちの選手でした、はい、三輪さん。はい、はい、それが、ね、去年監督でね、筑波大全国2位に、こう筑波大の女子サッカー部が全国2位になった時の監督は三輪さんですから。はいはい、でその当時はうちの選手でもやってて、あそこのつながりが、はい、あ同級生です。同級生と、ね、同期です。同期。そんな感じだそうで。でもじゃあちょっと9年間の筑波生活、茨城生活、ね、寂しいじゃないですか。そうですね、かなりまあ寂しいですね。ねえ、まあ、もう人生の3分の1いたことになるので。そうですよ、はい、だって3分の2は仙台。まあ仙台ですね、はい、ですって。なんか特に茨城の思い出とかなんかないんですか？茨城の思い出ですか、うんうんまあ、いっぱいあると思うんですけど、ね、その中でも、はい、いやこれはどうですかね。どうですかね。まあやっぱり、うんまあ、バスケットにはなるんですけど、うんうんうん、まあデートリック時代の、うんまあ、プロとして一番最初の試合で、うんまあ、残り 0.9 秒で、うんまあ、ブザービーターを決めて逆転勝利したっていう、うん、それがプロです。そういうシーンがあるんですね、はい、思い出のあるシーンを決められるのがプロ選手ですよ、うんはい、ちょっとコメント届いておりまして、はい、たかちゃん、サッカーだけじゃなく、うんうん、バスケとかいろんなスポーツをやるのもいいよね、うん、と、サブキンドーさんが、うん、諦めたらそこで試合終了ですね。僕は安西先生が好きです。あ、そうですね、みんな好きでしょうね。そうですね、名言です。タカちゃん、トミー東北はどうだったかなって。はい、それはいいです。はい、惜しかったです。惜しい、はい、はい、他には来てないですか？大丈夫ですね、はい、まあ、他にもあの佐々木選手のプライベートが聞きたい方はぜひぜひコメントを寄せていただければと思いますけどもね。待ってます。はい、まあ、そんな感じで筑波に住んで。そうですね、はい。じゃあもう引っ越しの準備とか。そうっすね、ぼちぼち始めてます、はい、でも家の中とかあんま汚そうじゃないからね、多分大変じゃないんじゃない。でもそうでもないです、はい、でも引っ越し屋さんで、まあ、そうですね、はい、どこに行くか分かりませんけれども。そうですね、まだちょっとそれは、はい、でも寂しくなるでしょうね。あのさっきのメッセージくださってたあの子とか。そうですね、はい、もしかすると筑波大学時代から知ってる方もいるんじゃないか。あ、そうですね、まあ、筑波大時代からまあ応援してくれたファンの方もいるので、ね、はい、地元大学出身は選手は応援してもらいますから、ね、我々もやっぱ筑波大学卒業生の選手が多いんですよ、はい、だからやっぱ筑波での試合はかなり盛り上がって、はい、いやでも今後もでも、まあ、プロとして活動されてるってことはまた茨城で試合をすることも、ああそう、可能性もある、まあ、可能性としてはあるかもしれないですね。あるかもしれないし、ないかもしれないんですか。はい、まあ、ちょっと行くチームによってっていう感じになっちゃう。そっか、はい、そうか、それはまた寂しいですね、みたいな、ね、ただまあ関東、東京とかで試合することはあるので、うんうん、あ 近い人は、そうですね、常磐線もありますし、つくばエクスプレスもありますので、はい、ぜひですね、そうそう、応援していただければと思いますね、はい、よろしくお願いします。で、小永選手まだ来ないですかね。小永選手、渋滞です。何やってんすかね。ね、大丈夫ですか、はい、練習中、まだ練習、まだ練習中ですかね、してるということにしておきました。はい、まあ、でもそんな小永選手と佐々木選手でなんか筑波でイベントみたいなのありませんですか。あ、そうですね、そう、なんかそのイベントのこともちょっと聞きたいなと思ってたんですけど、はい、言って大丈夫ですか。あ、大丈夫です、はい、いつ6月の15日の一応18時から6時から、あの素敵なビルでやるんですよね。そうですね、アルミックの2階、はい、あの土方公園の隣にあるところなんですけど、うんうん、あそこでやるんですか。はい、それは誰でも参加できるんですか。誰でも参加できますね、はい。じゃあ見てるファンの皆さん、ぜひですね、おしゃれなアルミックビルの2階に、はい、ぜひぜひ貸し切りで、そうですね、やってるということなので、はい、あの足を運びいただきたいと思いますけれども、はい、いろんな企画とかも満載なんですか。そうですね、まあ企画はそんなにしてないんですけど、うんうん、まあ本当に小永選手と僕の個人的なファン交流会なので、うんうん、でもみんなと、はい、普通に長いですもんね。そうですね、はい、だからね、チャンミオ TV に出たことがある人がいなくなってしまうのは非常にね、
今後ね、寂しいんですよね。でもまたふらっと現れてくれるとか、はい、くれないとか。まあでもそうですね、ま、出ていただいて、はいはい、どこのチームか分からなくても来てしまう。中継中にまた、ね、見てもらえればこれ、うん、はい、ぜひコメントも視聴者としてコメントね、コメントいただけるようになって、あの勤め先決まりましたとかね、はい、ここになりましたみたいな報告もぜひぜひしていただきたいと思いますけれども、はい、コメント来てないんだったら、はい、私、はい、そのね、うん、あのイベントのことちょっと聞きたいんですけど、はい、誰でも参加できるってことは、なんかこう会費制とか、なんかそういうのとかもあるんですか？会費制にはなってますね、うん、1人2000円ちょっといただく形にあるんですけど。でもお食事もつく。そうですね、お飲み物、はい、飲み物もついて。そうですね、あら安い。まあ、本当にもう自由な感じで、まあ、僕と尾長選手ともしゃべれちゃう、はい、佐々木選手と尾長選手とも交流できてしまうというですね。そうですね、まあ、あと、まあ、ファン同士また集まる場でも、うんうん、あると、はい、そうですね、ことなので、ぜひ、でも待って、その日を最後に引っ越す、はい、そうですね、まあ、その次の週ぐらいに行くしちゃうかなっていう感じですけど。じゃあ交流できる本当に最後。そうですね、まあ、おそらく筑波で交流できるのは最後になるかなと思います。皆さん、はい、皆さん行かないとダメですよ、ね、ぜひぜひ、はい、ぜひ足を運んでいただければと思います。思います。いや、でも本当ね、結構楽しいね。そうだね、3回出てくれてたからね。あの回線がブツブツ切れる3回出てくれて、でもさ、まあ今回チャミオの TV を卒業されるわけじゃないですか、うん、でもまたそのバスケットボール選手として頑張るってことだと思うので、はい、ぜひまたその違うところでね、はい、頑張って、はい、実はチャミオ TV に出てましたって言ってくれる、はい、そう、出ると勝率が上がりましたとかね、はい、なんかそういうなんかちょっと言ってもらえたら嬉しいなとか思うし、はい、そうですね、チャミオ TV 結構勝率いいと思うの。そうそうそう、私結構ね、勝つ率高いです、うん、はい、僕らの大事な試合も彼女チャンネル TV で出演したら昇格しました、はい、まあ、結構持ってると思うんですよね、はい、とか言っちゃってまあまあまあ、そんな本能ですね。もうエンディングテーマかかってきてますけど、はい、じゃあ牛トークちょっとしたかったんですよ。佐々木選手って牛どぐらい詰めに来ました？いや、もう大仏に 3,4 回は来てました。あ、はい、それは大仏好き、はい大仏は何がいいんですか？大仏、大仏もいいですし、うん、まあ、なんかあそこ散歩するのもいいですよね。小動物公園とか行くんですか？行きます。ウサギ年なんで、ウサギキャンプとか。戯れたりとか、はい、なんか人参飼ってあげたりとか。爽やかな。青年がウサギと触れ合う絵になります。絵になりますね。そこでなんか大仏に向かってシュートとかしてないの？それはちょっと…それはしないですね。どうせブロックされちゃう。そうですね。なかなかあれを超えてシュートは入ってますね。そうですね。高い壁ですね。でもさ、じゃあその他には牛久は？牛久大仏以外。大仏以外ですか、うん、まあ、なかなかないですけどね。あ、でも牛久の体育館はやっぱり面白い。ああ、そうか。牛久の体育館、良くないですか？いいですね。いや、なんかこう、体育館もいいですし、応援も良かったりとかしませんでしたか？そうですね。黄色い応援はですね。応援も良かったですけど、まあ、あと田臥選手と初めてマッチアップした体育館。どうでした？やっぱり、まあ、すごかったですね。ただ、小さい頃からまあテレビで見てた選手なので、すごいなと思います。選手マッチアップしたっていう、でも逆にそれで学んだことも多かったですか？そうっすね、はい、身近で、まあ、やっぱりマッチアップすることで学んだことはすごく多かったですね、はい、うらやましいです、ね、これからどん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 選手ですよ、佐々木選手活躍していただいて、いや、僕は筑波大学出身ですって言っていただいて、チャミオ TV 出身ですってそれはね、はい、あのいつか言っていただけるように期待しておりますけれども、はい、皆さんからのコメントはちょっとね、はい、してないですか？最後、タニマッチスポンサーさんのご紹介は今ですね、やっておりませんので、最後ですね、佐々木選手から皆さんに一言、はい、ご挨拶、はい、お願いします、はい、まあ、ここまで茨城で応援していただいて本当にありがとうございました。また新天地で頑張っていきたいと思いますので、まあ、これからも応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ということで、佐々木光選手登場していただいて、尾長選手は残念ながら到着しなかったという、はい、そんなチャンネル TV でしたけれどもね、はい、いや、本当にでも3回にもわたって、はい、出演していただきました。
ありがとうございました。たくさんありがとうございました。これからもまたどこかに行ってもまた出ていただこうと、はい、いうことで、また誘ってください、はい、よろしくお願いいたします。というわけで皆さん今日もですねチャンミュー TV 見てくださって、そしてコメントくださって、スタジオに遊びに来てくださってありがとうしくでございました。また明日もウキウキハッピーにお届けしますので、皆さんぜひぜひチェックしてください。それではおやすみなさい。バイバーイ。お疲れ様でした。